今気づき出したか。あ、いた。そう、見たことない映像だった。はい、どうもこんにちは、ミオレです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがどっちだっけな、右肩くん坂田です。あ、坂田か。どういうこと。惜しい。左か右かで迷ってた。左肩くんでもないですよ。違う、坂田ですか。坂田か。はい。それどこ V どこ。肩を名乗ってるわけじゃないんですよ。違う、ちょっと馴染みがな、ないからな。もうちょっと覚えやすい名前の方がいいかなと。いや、本当はね、白米男爵とかどう。やめてください。ちょ、キャッチーなやつがあるんですよ。ちょ、やめてくださいだけで制さないで。キャッチーなやつがあるんですよ。あ、キャッチーなやつの方が耳に入りやすいかも、すっと。それで呼んでもらおうか。ああ、それにしようかな。僕、ベーカリーって言うんですよ。お前、ベーカリーって言うの。そう、外の夜のボリュームバージョンということで、はい、ありがとうございます。はい、はい、昆虫採集いきます。おお、ありがたい。はい、今回もちょっとランバージャックのスタッフさんに協力してもらって、なんだろう、ここはね、平田が取れるスポットみたいな場所らしいんですけど、ここら辺に何ポイントかちょっとちっちゃいスポットみたいなのがあるらしくて、これよりも前に出したような動画の本当木が何本もあるとかじゃなくて、まあ多分聞いた感じだと 2,3 本木があって、そこの樹液に集まってるかどうかをチェックするみたいなポイントがいくつかあるらしいので、そう、それを回って、何匹取れるのかという感じになるんですけど、そこに行く前にちょうど通りかかったんで、ここの、まあ、平田が噂だと取れるみたいな場所があるらしいので、ちょっとだけまあ散策がてらというかで、まあ近いうちにまたちょっと遊びに来ようかなっていう感じのスポットだから、ここはなんだろうな、そんながっつり探すわけじゃないですよね。サンプルじゃないけども、時期最終ポイントみたいな感じで、いずれ来ると思うんで楽しみにしていてください。視察ですね。そう、視察だから基本的には、点々と回っていくっていう感じになると思います。はい、ちょっとまあ楽しんでいこう。伝説作っていこう。はい、行きましょう。ちょっとずれてましたね今。え、拳がそうずらしたんだって。こことそうゴロ打たせようと思って。そう、わかんない、野球の知識わかんない。坂田の表情もスタッフさんの表情も見えないから、まあ、マスクしてね、眼鏡かけて、そう、暗闇になる、逆光だし、そう、ドキドキするんだって。みんな笑ってないですよ。いや、ちょ、やめろよ、みんな笑ってるって言いなって。すいません、笑ってます、笑ってます。笑ってる。はい、じゃあちょっと軽く行きましょうか。でもね、さっきまでちょっと雨とか降ってたんだけども、止んでこう、月も出ては来たから、ある程度晴れたのかなとは思うけどね。平田がいるのかなっていうようなね。さっきでっかい牛ガエルいましたけどね。ね、すごかったね。うん、確かにそれも取っときたかったわ。どっか行っちゃいましたね。オープニング優先しちゃったもんね。これパッと見なんかあんまいるそうな、うん、確かにね。なんかウロ、そのなんか隠れ家的な場所にいたりすんのかな。ちょっといなそうですかね。はい、取られた後かもしれない。見て、ヤモリ、ヤモリ。あ、ヤモリはいた。めちゃくちゃ可愛い。奇跡のコラボ。ミモリとヤモリ。ヤモリの、あの、YouTube チャンネルを概要欄に貼っときますね。ミモリのでしょ。あ、ヤモリの YouTube チャンネル。ヤモリが YouTube チャンネルやってんの。やってないかな。ちょっと上の方行っちゃった。やってたらトップ YouTuber になれるかもしれない。確かに。テレビとかにも引っ張りだこよ、ね。ちなみに、ちょっとした。ちょごめんなさい、俺話してたから。ごめんなさい、虫が来て。あ、本当に逃げてたんですよ。俺を無視してたじゃん、今完全に。ごめんなさい、ごめんなさい。とか言っちゃいますけど、三森のプチ情報なんだけどさ、三森家の、あの、実家の方でヤモリが出てきたら、はい、母親が写真撮って絶対送ってくれる。いらねー。これ言うためだけに呼んだんだから。変に止めたらハードル上がるじゃん。これ別に、俺あっち行っててもよかったっすよね。いい結果論な。いないっすね。ここはね、樹液が出てる気がする。あ、ほんと、うん、右奥があそこが、はい、タバタの木が樹液が出てる。あ、なるほど、そこに集まる。ちょっと見てみて。でもここら辺とかの色にも似たりしそうだけどな。ちょっと行ってみようか。こことかもすごいけどね、樹液。ほんとだ、湿ってる、ね。なんかでも、うん、あんまりいなさそうな雰囲気というか。確かにね、でもこういう時に突然現れたりするのが、なんか
イメージ、木にめっちゃ虫いっぱいついててそこにいるみたいな感じなんですけど、ね、ここ虫すらそんなについてないですよ ね、木に。でも平田とかはね、やっぱ隙間とかにいるイメージだから、隙間から顔を出す。なんで狐出てきたんだよ急に。影みたいなできないから。いやちょ、遊ばないでよ、いないから。こことか出てるけどね。あー、ほんとだ、いない。うん、いないな。出てるんですけどね。まあね、もうもしかしたらこう他の人が先入ってとかもあるかもしれないけど、今日もうでも、うん、確かにちょっと時間経ってますもん ね、夜になってから。いないっぽいかな、いないっぽい。あ、ほんとだ、取れたかな。やった、これでやっとボツにはならないですね。カナブンもね、よく見たら綺麗だし、いいんだけどね。カナブン一本で動画きついっすね。確かにな。まあでも、まあリアルをね、一旦お届けして。上にもカナ取れたか。カナブンのこと、取れたかって呼ばない。ほんとだ、取れたかだ。取れたかって呼んでるやん。今日は一旦いないですかね。そうっすね。なんか、本当に、うん、あんま木に虫がついてないというか、ねえ、なんか静かだね、うん、なんか正月、なんか2日目の街みたいな感じだよね。商店街、1月1日の商店街、あ、1月2日の夜中みたいな。別に夜中はいつもそうか、静かな。やっぱ夜の公園みたいなの来るとブツブツいっちゃいますね。いやいや、不安が出てくるのかな。案外こういうところに来てる。これそう、何これ、卵、ヤモリの卵。あ、石だ、めちゃくちゃ石だった。なんかカナヘビとかの卵っぽいよな、見た感じ、パッと見卵やと思った。でももう完全に石ですね。ちょっとライトで照らしすぎて、すごい綺麗な、綺麗な石。これ絶対ここパッと置いてあったら、うん、ね、変なところに読み落としたかと思ったわ。あ、でっかいムカデ。うわ、町山さんとかは分かるんだけど、何ムカデか。すげえ怖い、これ危ないんでしょ。そう、噛まれたね、危険だよね。お、あー、カナブンだ。あ、取れたか。今のところね、今回緑のカナブンはいるんですけど ね、ってことは樹液は出てるんだろうね、ここにね。ライトちょっと見て、ダンゴムシが交尾みたいなのしてる。ちょっとライトちょっと下げて、わかる、これ交尾な。みたいなしてね。別の場所行きます、はい、ちょっと別の場所行ってみましょう。はい、でもこういうなんか点々とできるのもいいよね。なんか商店街の街練り歩いて食べ歩きみたいな感覚というか、ね、いいですね。うん、じゃあ次のスポットに行きますんで、それまでしようし。溶き卵、はい、ちょっと2個目の場所らしいんですけど、ここら辺のなんか 3、4本ぐらいそういう木があるらしくて、ほんと遊歩道みたいな感じかな。もう完全にそうだな、もうここら辺にこう、ちょっとおしゃれなライトもありますね、雰囲気あって。なんかさっき入ったところよりは虫が少ない気がしますね。なんか確かにね、なんか整備されてる分なのか、うん、まあ、なんか樹液が出てる木みたいなのが何個かあるらしいんだけど、あっちの奥の方かな。でこういう歩いてたら落ちて来てるとかありそうだよね。全然ありますね。しかもここちゃんと道がなんか葉っぱとか避けられてるんで、ね、見つけやすいですね。見つけやすい感じの、なんか増えそうなキノコ。なんだこのキノコ、樹液っぽいのが出つつあるって感じかな。うーん、言ってた感じだと歩いてればクワガタがいるっていうか。すごい夢のようなヤモリも歩けばクワガタに当たるもん。なんか最高だな、それだと技ですね。めちゃくちゃいいよね、なんか念ずれば花開くみたいなことわざでしょ、多分。分かんないです。ちょ、なんで操作かんないで、なんかワンターンずつ攻撃し合ってるみたいな感じになってますね。ほんとなんか引っかくみたいな攻撃で。で、どっちが先に HP なくなるかね。いないなぁ。どうですか。いないね。この木がなんかいい木があります。あ、本当ですか。奥の方。いいな、なんか
なんか運動がてらこうやって好きなことをやれるって最高だよね。運動不足ですもんね、うん、この間久しぶりに野球したけど、あのボール投げたんだけどさ、ピッチャーで、うん、やっぱもう3、4回投げたらもう足ブルブルだった、ね、久しぶりすぎて。たまにはこういうの、あー風か、ここら辺とかもろに当たりそうですね。あでもゴキブリもいないもんね。ゴキブリ探してる三森さんもいますやん。助かるよね、ゴキブリがいないの。個人的には届いてる俺の声。え坂田何言ってるか分かんないです正直。いやじゃあ近づいてきてよ。いやちょっとここ坂道怖かった、まあ、確かに多少坂はあるけど。あ動きがあるんですってね。メインやっぱここ白そう。おいた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 、ここかな、ここっぽいな。行きますよ。取った？おい。あ、取れた。来ました。はい、ここは。はい、ここは。わあ、結構立派な。いましたね。うん。可愛らしい。これぞコクワって感じの。八村さんいる。八村さんいる。カマキリ。八村さんこんなとこで。八村さん今日夜勤って言ってたけど。ここ来てんの。ここなんだ。すげえ。うわあ。やっぱ一クワガタ見つけたら一ゴキブリ出てくるな。三森さん見失った。あったあった。ここだよ。いましたいました。俺のスピードに遅れんなよ。あでもこんな感じかな。こんな感じですか。もうちょいありますかね。あここに。ああこのね。な中に。あ本当だ。コクワが。この隙間。コクワのメスとオスっぽいのがここ。あこれか。ちょっと見えないな。こっちに特徴はいいですか。見えないからちょっとアップして。ちょうど風呂の中に。あ、いたいた。これですね。いけるか。あ、来た。いけ。頑張れ。失礼します。あー、なんか落ちてきた。はい。はい、メス。コクワのメス。いますね。あとなんか一匹。あちょっと奥ですね。そこの隙間から樹液が出てるんですね。うん、いけないか。ちょっと結構奥ですね。木の枝みたいな。こっちにいた。あったあった。ピンセット置いてきちゃった。全然。これで多分。頑張ってお尻を。あ、出てる。来ますね。あ、出た。あ、来ました。お、オス。ちっこいオス。ちっこいオス。すごい。3匹目。3匹目すごいね、コクワ。この木だけで3匹いましたね。ねオス2の、コクワ、メスが1。すごい、隙間からの樹液にいましたね。まだいそうですけどね、なんか探せば。あ、あと1匹いる。あ、でっかくない？本当だ、いる。いけ、届くかな。お尻だけちょっと出てきた。頑張れ。頑張るわ、三森さん。あ、来た。わあ。あ、来た、うん。あれ？あ、これ。何これ？あ、でもコクワか。でかい。でかコクワメス。すげえ。すげえ。四匹いました。でかいですね。でかいですね、このコクワ。見比べたい。確かに。ちょっとここ入れましょうか。メスですかそれ。そう、オスみたいにでかいですね。ねえ、このオスと一緒ぐらい。うん、結構でかい。大きい。立派なココアのメス。すげえ。すごい。4匹いた。この隙間に、この隙間すごいな。すごいね、ここだけ。奥もあるんですって。奥が何か。あ、出てる。はい。隙間とかすげえいそうだけど。アリがすごいですね。ね、アリすごいね。
アリの巣があるのかもしれない、木の中に。確かに。すごいよ、ここら辺とかなんか。もうそういう世界だもんね。ここら辺、わかる？映んないか。ちょっと、逆光が見れば。明るくすると。そうか、むずいんだな。むずいっすね。ただでもすごいっすね。なんかほんと小さな世界だ。言ったら、ちょっと歩いてるだけで、4匹取れてるのでも十分だもん、ね。満足ですか、三森さん。大満足よ。大満足三森。だからもう本当に一本満足木だったな。あそう。確かに。ああ。ちょっと通り過ぎるとこ。一本満足木で通り過ぎるとこだった。自分の発言に満足しちゃってた。ドヤ顔してましたもんね。あでもいつもすけどね。雰囲気あるけど。すごいカニカニめっちゃ噛まれ始めた。急に？今気づき出したか。あ、いた。黒板、黒板すごい。あ、届かないかな。ここいるんだけどさ。今一番下に潜ってますね。ちょっと行ってみようか。お尻だけは一応見えるけど、木の枝で。あ、届かんかな。あ、結構すごいね。なんかフレーク状になってんだね、中って。こいつは噛んでるんでしょうね、多分食べて、うん、もう下行っちゃいましたかね。顔がね、こっち向いてたらまだワンチャンあったんですけど、ね、そう。あーちょっと書き出し棒ないと厳しいかな。あ、来てる来てる。え、会いたいんじゃない。待ってよ、ミモリー。あ、見えねえ。ちょ、真剣にやってるから静かにして。書き出せないな。なんかタピオカみたいに吸えないかな。嫌でしょ、口入ってたら。でっかいストローで。あーこれ上だったらな。あ、また潜ってっちゃう。ちょっとなんか、あ、でもちょっと出てきた。ちょっと出てきた。あ、オスっすね。結構あ、でかい。こっち、あ、こっち来るよ。あ、橋みたいに持ってるよ。橋みたいにのやつにしちゃった。カメラで撮れますか。あ、ちょっと見えてはいるけど。あ、出てきた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 。あれ、出てきました。出てきました。おいおい、すごいすごいすごい。こんなことある。ミモリさん。すげえ。めちゃくちゃありがてえ。出てきてくれた。なんで出てきたの。立派なやつが、わかんない。すげえな、こんなことあるんだ。出てきた。歩み寄ってくれる。なんか、わかんない、もののけ姫以来じゃない、こんな動物に好かれてるみたいな感覚。すごい、結構立派な。立派な。コクワですね。はい。すげえ、出てきたな。なんでだ、だいぶ奥いたんですけどね。ねえ、すごい、5匹目いますね。いるね。あともう一本あっちに。あと一本行ってみようか。あ、ないな。そうですね。最後コクワがこっちに向かって行ってくれたの、なんかいいね。いい映像。見たことない映像だった。あんなバトルしてたのね。やっぱあれですね、北風と太陽みたいな感じで。確かに、諦めた途端なんかやっぱ暑い暑いって出てくるんですね、うん、確かに。力技じゃなくてやっぱなんか思いみたいなんで、やり方ってあるんだな、やっぱ、うん、知れましたね。知れた。深いわ、昆虫採集。深いね、やっぱこう道徳も学べるからね。まあ自分次第ですけど、ね、まあ、あ、こんな感じかな、ですかね。いやね、終わりです。あ、なるほど。はい、ということでこっち、まあここかい、また帰っていくかもしれないですけど、とりあえず片道だけで、はい、まあ、意外とね、まあ、この最後の近寄ってきてくれたコクワのオス、多分末っ子ね。わかるんすか。うん、俺も末っ子だからわかる。最後に生まれたんやじゃん。そう、だから相手してほしかったんだと思う。と、メス2の、コクワね、全部オスが2、合計3オス2メス5匹。すごくないですか。すごいね、この一本道だよ。だって 50m ぐらいですか。 50m、 まあそうね。で、何本か木があってみたいな感じだったけど、これで5匹捕まえられたんで、まあ楽しいよな、こういう一本道で。あとは今日3箇所、何箇所か回ってるから、もうかゆい。めちゃくちゃ、ね、すごいね。それは首出てるますね、うん。いやでもこうやってやっぱちょっとナスこう味わえるのは最高だね。いいですね、うん。帰ってビールですか。帰ってビール、完全に。コンビニで買うかも。もう風呂入って、帰ってビール飲んでください。そうね。いや、ちょっとやっぱ
幸せな最終の時間になりました。逃がさないと。あ、逃がしましょう。確かに。ここでね。終わりそうだった。確かに。帰ってビールなんて。ビールって言ったら閉まっちゃうからね。じゃあ最初、こっちの。すごいよな、こんな。すごい。こうサラリーマンとかがさ、電車で疲れたって言って帰ってる時にこうやって撮ってる人がいるんですね、うん、昆虫を。みんな歩いて帰っていきますね。なんかね、すごい早いね。目的地があるみたいな、うん、家ありそうな。でこいつが俺の友達に、あ、出てきてくれたね。さっきの場所はここだったけど、すごい上に上がってっちゃうけど、はい、無事によかったよかった。はい、でも最終来て全部取れてますもんね、うん、全部取れてるね。しかも5匹以上取れてるのか、うん、全部ちょっとした大量、なんだろうね、遊歩道みたいな場所で大量に取れましたんで、はい、よかったです。はい、そんな感じで、ぜひぜひなんか駅の近くとかにも意外とこういう場所あったりするんで、気になった方とかこういう場所を探してみてください。はい、ということで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。